デンは分子式が CQH8 と表される二完性の炭化水素。可燃性。ベンゼンがシクロペンタジ塩貫と縮合した構造を持つ。純粋なデンは無色だが、保管中に起こる重合や酸化により炭鉱色を呈する。主な工業的用途として熱化素性を持つクマロン、マイナス陰電樹脂の原料となる。デンは天然に存在し、 コールタールの175摂氏185度付近の止め分から得られる。その止め分を金属ナトリウムと加熱して素地をデンとして沈殿させる。デンは弱い酸性を持つため金属ナトリウムの作用により塩を作るのである。素地をデンから水蒸気蒸留によりデンを取り出す。デンは容易に重合反応を起こす。また、ニクロム酸により酸化すると ホモフタル酸を与える。インデンはナトリウムエトキシドの存在化、シュウサンエチルと縮合して、インデンシュウサンエステルを作る。また、インデンは塩基の存在化にアルデヒドやケトンと縮合して強い発色を示す、ベンゾフルベンとなる。また、シクロペンタジエン同様に、プロトンの引き抜きにより、インデニルアニオンとなり、有機金属化学において、排一種として利用される。 インデニルアニオンは、イータ5、肺衣子としてだけではなく、イータ3、排衣子としての性質も強いことから、シクロペンタジエニルアニオンとは異なった反応性を示すことがあり、インデニル効果と呼ばれる。日本の消防法では危険物、第4類、第3石油類に分類される。目に対する強い刺激性、皮膚に対する軽度の刺激性がある。吸入により、肝臓、腎臓、 秘蔵に対する障害の恐れがある。ありがとうございます。